クロケです。シオです。ユッキー。今日の動画は約5万人に聞いた好きなブランド総選挙。僕たちの YouTube の投稿や3人それぞれのインスタグラム、メンクロのインスタグラムでアンケート機能を使ってストーリー流して、男性の皆さんに質問です、好きなブランドは何ですかっていうね、投稿をしてアンケートしました。皆さんご協力ありがとうございました。ありがとうございました。これの結果ランキング5位から皆さんの好きなブランドを発表していくという企画でございます。どこのブランド買ったらいいのか分かんない人もね結構いると思うから、これ参考になるんじゃないかなと思うんですよね。リアルな今の人気ブランドが分かるってことでね、うん、1年ぐらい前にもやったんですけども、まあその時とねやっぱトレンドとかも違ってきてるから、ブランドも変わってきてるんじゃないのって思って、あとその時より登録者数とか増えてるからね、僕たちもね。一体どんな結果になるのか楽しみにしててください。それでは早速いってみましょう。ウィムです。メンズファッション系の YouTube 見てる人たちなら知らない人はいないんじゃないかっていうブランドですね。源氏さんがやってるブランドですね。今回アンケート取った際にできれば好きな理由とか一言くださいっていうのもねリクエストしてたんで、書いてくれたコメント紹介しますね。安いのにデザインがおしゃれというねコメントがありました。実際ね、もともとリドムってブランドやってて、その安いラインとしてウィムリドム源氏さん出してるので、もともとリドムでさえそんなにめちゃくちゃ高いわけじゃなかったのが、もっと安い価格帯で販売されてるので、それでデザイン性はねもともと高かったのがそのまま引き継がれてるって感じなので、人気高い理由も分かりますよね。ファッション性がある程度高いっていうのもまあもちろん分かるんだけど、どっちかっていうと失敗しないっていうのがめちゃめちゃ強みなんじゃないかなって思うんだよね。源氏さん自身が YouTube で失敗しないコーディネートの仕方っていうのを提案してるからね、ほんとオンライン限定だとしてもものすごく買いやすいっていうところがほんと人気の理由なんじゃないかなって俺は思うわ。それはですね、今までオンライン限定だったのが原宿の東急プラザでポップアップのショップがオープンしてます。マジで知ってたよね。列できてたからね。今までねオンラインだけだったんだけど、実際に店舗に行って物が見れるっていうのはねすごくいいことだと思うのでね、ぜひ原宿に立ち寄った際は足を運んでみてください。続いて同率3位ですね。じゃあまず1つ目がレイジブルー。来たぜ我らのレイジブルーが。レイジブルーの中でもあとあのシグナルレイジブルーってなんか僕たち高校生の時ぐらいでさ、高校生が買うようなブランドって感じだったよね、うん、だけど最近だと大学生でも社会人でも着こなせるようなデザイン性の高いものだったり、しっかりトレンドを掴んでいるものが多くて、で価格帯も安めで抑えられてるので、本当誰でも着れるようないいブランドになりましたよね。で実際に着てたコメントが、普段は GU のブロードシャツを着ていますが、レイジブルーのとろみ素材の柄シャツに感動した。素材感ですよね、はい、コメントにもあるようなちょっとドレープ感のあるような生地感もものすごく質がいいですし、ユッキーとかはねスウェットの生地感が好きなんだよね。はい、もうシグナルスポーツはもう生地ですから。であともう一個、トレンド感はありつつも長く着れそうなデザインで安心して買えるといったコメントがありますね。安心するよねレイジブルーって。安定感あるよね。 GU ユニクロとかでシンプルなアイテム買った後でレイジブルーのちょっとトレンドに沿ったアイテム買うともう一気にコーデが今っぽくなるから、規模がでかいよね。至る所のモールにあるもんね。そう、しかもさ、そんで系統もいっぱいあるからさ、どんなファッションをする人でも行って楽しめるお店なんじゃないかなと俺は思う。はい、続いて同率3位、アドラーです。これもメンズファッション系の YouTube やってる K 君がやってるブランドですね。韓国ストリート的なテイストが多いかな。とにかく今勢いがすごいよね。今季とかもさ T シャツものすごいカラーバリエーションでものすごい数出してるもんね。それを履けさせれるってことですからね。いや、そう、ものすごい影響力あるなって思います。なんならフィラとコラボしてるからね。とんでもないよ。ああなりたいですよね。でもかっこいいまでもう雰囲気がもうオーラがすごいよね。ブランドとか出してああいう感じで物を売っていきたいなとはめっちゃ思う。目指すべきところだよね、売り方というか、うん、商品もこだわってるし、いろんな人に支持されてるブランドっていうのは本当めっちゃ尊敬してる。実際に来てたコメントが、インフルエンサーブランドにはまあ賛否あるけど、デザイン性が高いしトレンド性もあるし、コーディネート提案もしてくれるから、ユニクロ GU を除けば一番コスパがいいって言ってくれてる方がいましたね。インフルエンサーブランドのいいところとして、そのブランドをプロデュースしてるインフルエンサーの方がその服を使ったコーデをねたくさん紹介してるっていうのがねいい点だと思います。
ですよね。しかもアドラーは他にないデザインしてるからね。続いて第2位、キャスパージョンです。あれ、これ前回1位じゃない？前回1位でした。王座陥落でございます。それでも3位以下とは結構差離れてるよね。ああ、キャスパージョンはデザイン的にはモード感がかなり強いコンテンポラリーなカジュアルスタイルで、普通のブランドとは少し違った個性的なデザインが特徴のブランドですね。実際に来てたコメントが、一癖あるデザインとコスパの良さが気に入っている、価格以上の生地感とデザイン性があるとのことですね。あの価格帯のブランドの中でさ、とりあえずおしゃれさんに見られたいんだったらって考えたら絶対キャスパージョンだと思うんだよ、ね。うん、その1店舗だけで完結させるんだったらキャスパが一番おしゃれに見えるよね。うん、ブランドでコーデ組んだ時にキャスパージョンで組んだコーデすげえかっけんだよ。いろんなさ、多分同じ価格帯でやっても多分ね、大体はね量産っぽくなんだよ、ね。キャスパーはこう尖ってくるからね。おしゃれに近づくブランドですね。僕も去年の冬ファーベスト付きのトレンチコートを購入しましたし、この春もちょっとフレアパンツ買おうかなと思って。去年の冬とかさ、ファーベストとコート組み合わせ流行ってたじゃん。キャスパージョンのさコートはさ、丈がすっげえ長くてデザイン性がね明らかに他と違うんですよ。続いていよいよ第1位、春です。お前操作してない？してない、本当にしてない。だってみんなのアンケートでも多かったでしょ、 YouTube の投稿の方でもね。でも500票ぐらい上乗せしてるしてないしてない。まあ、ハレはさっきのキャスパージョンとは違ってモード系のファッションなんですけども、正統派モードって感じなんですよね。もちろん癖のあるものもまああるにはあるんですけど、キャスパージョンよりかは取り入れやすいアイテムが多い印象ですね。だから新入生とかだからおしゃれしたいなっていう人が、モード系とか綺麗めなコーデを組みたい人は一番最初に見た方がいいブランドですね。まあ、店舗も多いし見やすいからね。実際に来てたコメントなんですけども、モード系のファッションが好きだけどマジでお金がないっていう人にぴったりなブランドで、ハレを着て大学に行ったら友達にめちゃくちゃ褒められました。コートとかは高めだけど T シャツとかシャツとかシンプルめな着回しの効くものは意外と安い、服もかっこいいし、アクセサリーなどの小物類もものすごくかっこいい。結構充実してるよね、うん、シルバー系もあるしレザー系小物も多いもんね。シューズもかっこいいね。レディースも可愛いから彼女とお買い物に行ける。確かに最近レディース1級めっちゃあるらしい。そう、うん、などなどコメントはたくさん来てるんですけども、布施ハレはね僕が主に買ってますよね、コロナ禍だと。そうだね、めっちゃ好きだよね。ユッキーも前ハレのサンダルにハマってたし、ね、ああハレはねサンダル神なんですよ。エアソールのねサンダルはね、うん、ユッキーみたいなコーデ組む人でも取り入れられたし、まず履き心地が半端なかったよね。そうなんだよ、あれ靴ずれ一切しなかったからね。今季もねロンティー買ってコートも買ったし、去年の冬はレザーのコート買ってトラックジャケットとトラックパンツのセットアップも購入しましたね。ロイヤルカスタマーですよね。いい意味でさ値段の割にさ箔がついてるよね。ハイブラはさこれプラダとかあったらさおーってなるのは当たり前じゃん。ハレってさ割と学生でも手に取りやすい価格なのに、ハレって言うとあハレなんだいいねってなるじゃん。ブランド自体にすごく箔がついてる証拠なのかなって思うんですよね。ポッポル出てたからね。ああ、それもあるよね。はい、というわけで今日は約5万人に聞いた好きなブランド総選挙でした。いかがだったでしょう。前回と違ったね。全然前回と違う。ランキングで多かったのは、僕たちの視聴者さんはやっぱ大学生とか高校生とか、まあ社会人1、2年目とかの人が多いから手に取りやすい価格帯のものばっかりだったんですけれども、もうちょっとねお高めのブランドもいっぱい出てきましたね、うん、結構多かったの。ジエダとか多かった。ジエダ多かったね。やっぱナナミカとかさ、マーカメアとかが俺ら普及しきれてないな。そう、ちょっとまだ少なかったっすね。俺らを見てくれてるからこそ、ナナミカですとかマーカメアですっていうコピーやずらいではないけど、なんか俺が好きだからナナミカ好きになりましたみたいなのを欲しかったな。めちゃめちゃエゴやこの後気使ってくれた人がなんかさ絶対コメントしてくれる。ナナミカ好きですよとか来るんだぜ。このランキングぜひ皆さん役立てば幸いです。というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。メンクロのインスタグラム概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャ。みんなの好きなブランドはあったかな。いってらっしゃい。